皆さん、こんにちは。漢字チャレンジ 1026. 今日の漢字はこれです。このビデオの最後には、この漢字を使った言葉が読めるようになります。 このビデオでは4つのステップで漢字を勉強していきます。ステップ1では漢字の意味、そして漢字の読みを学びます。ステップ2では漢字の書き順を見て学びます。ステップ3では漢字を使った言葉の意味、そしてこの漢字の読み方を学びます。ステップ4、最後です。ステップ4ではこの漢字を使った言葉が読めるかどうかクイズをします。それでは始めましょう。 意味はストーン音読みは石、尺、刻訓読みが石。部首は石。この漢字が部首です。画数は五です。2> 1、2、3、4、5。1、止めです。ここからです。2、払い。そして 四五五ですね。一二三四五 Small rock コ石小石です小石。マグネット磁石磁石 磁石、ジュエス、宝石です。宝石、小石磁石、宝石。ステップフォーです。漢字が読めるかどうかクイズをします。今から私が 言葉を指で指します。皆さんはその言葉を読んでください。皆さんの後に私が答えを言います。小石、磁石、宝石次はスピードを上げます。宝石、磁石、小石 私が言葉を指します。みなさんは読んでください。答えは言いません。どうでしたか漢字が読めたという人は、LIKE ボタンを押してください。今日のビデオはこれで終わりです。また明日会いましょう。さようなら。This project is for the people who wants to learn kanji. I'm going to post one kanji per day. Our goal is to remember or memorize 1026 kanji. If you are up for the challenge, please subscribe my channel. I will see you tomorrow. Bye.